倉庫ライブ回想録いろんな意味で驚いたちょっと面食らったようなところもあったりしたというような話ですどうも関西で喋り手などをしております倉庫といいます倉庫ライブ回想録13公演目の今回はボブ・ディラン2001年3月6日大阪厚生年金会館大ホールです 久々に厚生年金会館って言いましたけども現在はオリックス劇場というふうに変わってもう結構経つんですけども昔からその後年なんて言ってたと思うんですけども後年時代から伝説のコンサートやライブが行われてきた由緒正しきホールっていうような僕はイメージでキャパを調べたら座席が2,400とかになってましたけどちょうどいい。 大きさというかあの音をしっかり楽しめる音楽を味わえるっていうようなホールというイメージでボブ・ディランのコンサート自体僕初めてやったんですけど後年でこういったライブコンサートを見るのも初だったと記憶してるんですけどあの学生時代小学校か中学校 この時に公演か,なんか劇かなんかで行ったことある気はするんですけどライブコンサートで行くのは初めてでしたで。でボブ・ディランのライブも初めてでボブ・ディラン自体僕そこまでこうめちゃくちゃ大好きでというかもちろんあのリアルタイムに 聞いてきてきたわけではなくていいと言いますかその有名な曲代表曲は知ってるけどみたいな感じだったんですね。でなんでボブ・ディラン行くことになったのかあの経緯はちょっと忘れたんですけど行ったメンバーというのも異色な感じで僕にとっては。あの中学のの同級生の女性と この,のお母さんとそのお母さんの友達というなんか変わったメンバーでボブ・ディランに行くということになりまして当時あのその中学の同級生だった子がカフェやっててそこにちょこちょこ行っててお母さんも来てはってお母さんもちろんね僕が小学校の時とかから知ってはるから話しかけられて結構なんか話しやすい。 ササバサバしたお母さんでちょこちょこ喋ってるうちに音楽好きやったかボブ・ディラン好きやったかちょっと忘れたんですけどなんかボブ・ディラン行こうかってなって行ったような思うんですけどまああのもちろん中学の時じゃなくてもう20代だったんですけどもまあそんなメンバーで行きましてまずねその厚生年金会館の前って公園なんですけど。 ついてまず驚いたのが結構早めにね行ってお茶してからとか行ったような気がするんですご飯食べてから行ったんやったかなあのー、早い時間やのにもうこんなに集まってんねんなっていうかやっぱり熱烈なファンが多いんだなっていうことに驚いてそのグッズを買いたいから早く着てるという感じではなくこう会場を 入場するのを今や遅しとこう待っている多分その日は一日休み取ってとかで早くやっぱけ、あのー、年齢層高めだったので年齢層高めの人たちで行動が結構しっかり早いイメージがあったり、うん、ね早め早めの行動を心がけはるようなイメージがあるんですけどなんかそういう人たちがもう。 列を成してて待ってた熱烈なファンの人がたくさんいるんだなっていうやっぱこの人のこう影響力っていうかそういったものを計り知れないんだなっていうようなことをまず感じましたね。そして快感に入って最初に感じたのが匂いですねなんかお香が焚かれてるどういった匂いだったかまでは思い出せないんですけど独特な あなんか香りがするなっていうお香を体いてんにゃわって多分そのお母さんか同級生の女の子が言ってああそうなんやと思ったような気がしますね。で1階の一番後ろだったので結構離れてて肉眼では表情とかわからなかったんですけどそのお母さんが双眼鏡オペラグラスを持ってきてはって。 そういうのを必要とするコンサートライブっていうのも僕にとっては初めてやったんですけどあのあしっかりこういうのやっぱり年配の人は持ってきてはんねんなって思いながらそれを時折ね貸してもらって見るとあやっぱ結構顔しわがあるななんていう風に見てたりもしたんですけども。2001年 21世紀になったばかりの3月6日ですね考えてみたらボブ・ディランはちょうど60歳ですかねはいそういった還暦になったばかりのボブ・ディランだったわけですけどもこのライブ行く時ライブあるあるのような気もするんですけどあの見に行く アーティストバンドを例えばあまり知らないで友達に誘われたりとか縁があって行くことになった時にしっかり曲を聴き込んで予習していくタイプかそれとももうほとんど知らないまま行ってそこでの初めての出会いを楽しんであとからいろいろ聴きたくなる 後者の,の方はそのこの21世紀とかになって特にねフェス文化が根付いてあの自分の目当てじゃないバンドアーティストとの出会いをフェスでしてそこでライブでやられて後で音源を聴きたくなって手に入れたくなってそして今度は単独でそのバンドアーティストを見にきたくなるというこれいい流れだなと思うんですけども。 まあね、自分のタイプによって聴いていくか聴かないかってあると思うんですけど僕はあの有名曲ベスト版とかは聴いてたんですけどそれ以上にはこう詳しくは聞き込まずにいったんですねボブ・ディランに関しては。ただですねあのおそらく これ聞き込んでいってても気づけないわからなかったんじゃないかななんて思ったのはまあとにかく一言でボブ・ディランの僕が見た時のライブの感想をあげるとするならば「癖がすごい!」というま千鳥信さんの言葉を借りるならばそういった感じだったんですけども2001年なのでまだ。 千鳥さんは世には出てきてなかったと思うんですがま,あ癖がすごいまずそのまあこれもライブあるあるかと思うんですがライブバージョンライブ用にアレンジされて歌うのを楽しめるかそれともこう音源となるべく同じように歌ってほしいと。 思ううタイプかっていのまあもちろんその少しねバージョン変えて歌い方変えるとかはいいと思うんですけどめちゃくちゃここ高く上がってほしいところやったのに低く歌うんやとかいうので少しがっかりすることとかってないですか。 これはねそれがライブの醍醐味じゃないかっていうのもあるのかもしれないですけどもその時の調子とかねあライブではこうやって歌いはんねやっていうのはあると思うんですけどただねボブ・ディランの場合はもうほぼねなんか歌うというよりは語りに近いようなボソボソボソっとあのあれ俺が 聞き込んできてないから分からんのかなっていうふうに最初思ったんですけどん「うん待てよと」と「何これライカ・ローリング・ストーンか?」って思うようなその「How does it feel? ライカ・ローリング・ストーンえ今ライカ・ローリング・ストーンで言った?」みたいな「あライカ・ローリング・ストーンやったよ」How does it feel? とかじゃないんですよね「How does it feel? ライカ・ ローリーさんみたいなこう「ああ今のライカー・ローリングストーンやったんやな」っていうこうせめてこうめっちゃ有名な自分が知ってる曲ぐらいはそのまま歌ってほしかったなっていうような思いがしたりもしたんですけどでもそういうのもひっくるめてボブ・ディランなんだよって多分その。 ね、ずっと好きで追っかけてはる人たちにとってはそれもそういうのを超越した次元に行ってはる存在神みたいな存在だと思うのであ今回はこんな風に歌うんやなのか僕もねそのこの1回きりしかボブ・ディランは見れてないというかそのやっぱこそういうことがあってほとんどの曲が分からなかったので。 おそらくあとでまあそういうお母さんとかその友達と話した中でまあ多分34曲超有名曲をやったんですけどそれもあんまよくこう感じ取れなかったのでそういうのもあってやや足が遠のいてしまったとこもあるんですけど2023年ね4月には来日もしてて82歳で。 どういったコンサートライブをしはったんやろうっていうのはめっちゃ気にはなるんですけど行ってみようとまではならなかったりもしましたけどもその僕が見た60歳の時と同じように歌って語るように歌ってあるのかそれとも逆に今はめっちゃ歌ってあるのか分かんないですけどそういう楽しみもひっくるめてボブ・ディランなのかもしれないですね。なんか色々 思いましたねあとこう動きもね何だろうちょっと遠くやったからかもしれないですけどスローモーションのようなね風にも見えてねで右足をくね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 動かしながらねなんかその少し滑稽にも見えるような可愛くも見えるような 独特の動きでね語るように歌ったりあとこれも驚いたんですけど僕の勝手なイメージではあんまりそういうこと気にしないのかなと思ってたんですけど一曲ごとに暗転暗くなってで結構ギターをとっかえ引っかえしてたなっていう。 なんかボブ・ディランとかってもう一本のギターでずっと歌ったりすんのかなって勝手にイメージしてたりもしたんですけどあそんなにやっぱこう曲ごとにギターのこだわりありはんねやなってで一曲一曲で暗転すんねやななんていうことにも驚いたたりもしましまねそして極めつけが最後の去っていく姿。 癖がすごいというかさすがボブ・ディランというふうに思ったのがめっちゃ印象的だったんですけど後ろを向いてまあ僕たちにお尻背を向けてなんかおもむろに髪を整えてこちら向き直してであ最後で礼しはんのかなと思ったら礼をするでもなくじーっと10秒ほど。 客席を見据えて微動だにせず動かずそしてしばらく見据えてからスタスタスタッと帰っていきはっていつもそうなのかたまたまこの時がそういう動きだったのかわかんないですけどああ最後の最後までなんかボブ,ディランボブ・ディランならではの独特の世界だななんて思ったことを 思い出しますというわけで今回はいろんな意味で驚き面食らったりましたボブ・ディランのライブでしたがこのライブについてはねあのー、この当時結構ライブレポートを自分で書いていたりして見に行ったコンサートライブを書こうっていうなんか時期やったんですよ。 まだブログとかがあったのかもしれないですけど僕は使っていなくてあのいくつかのコンサートについては見に行った感想なんかを書いてあったので割とこうそれを見ながら「ああそうやったそうやった」そうやったと思い出しながら話せたんですけどあと何年か後にはブログに結構書いてあるライブコンサートもあってそれについても多分思い出せながら話せるかなというのとそして えー、スケジュール帳に過剰書きでその日あったことを書いていたような時期もあってライブ見に行ったらライブのことについても書いてあったのでそういうことで話せるのと全く何も書いていない前回まで聞いてくれた方は分かると思うんですけど「ローリング・ストーンズ」をほとんど覚えてなかったなんていう時もありますしまあそういうのを織り交ぜながら。 どこまで続いていくのかということでお話ししてまいりますので次回もぜひ聞いてほしいんですが次回はですねこの同じ年に見に行った大物ですね続けたいと思いますフェアウェル言えてないフェアウェルツアーということでもうさよならなんやそれは見に行っとかななと思って見に行ったキッスの コンサートについてライブについて回想したいと思います次回もどうぞよろしくお願いしますソウでしたさよならバイバイ